を誠にありがとうございます。はい、こちらはね、帽子になりますね。はい、もう全体が、ちょっと黄ばんでる感じです。はい、この後ろのカラー、はい、の色の段差が分かるかと思います。前の方もそうですね。はい、裏返ってこのつばの部分ですね、こちらにも黄ばみが出ております。はい、ブランドの方がですね、こちらは、ドルチェ&カップアーナですね。はい、素材の方を確認させていただきます。はい、麺とこれは、朝にやってた麺と朝の混合ですね。この本体の方がそれとこの裏側の素材ですね、こちらはどうもレーヨン素材が使われているようですね。はい、あとね、一つ気になるのがこちらですね、このパッチの部分ですね。はい、ブランドのロゴがあしらわれていますけれどもね、こちら安全確実にね、作業させていただくためにお客様の方に了解を得ましてですね、一旦こちらは取り外させていただいて、作業を進めて、シミを除去した後にね、再度縫製し直して、もう一度ね、付け直すという、そういった、プランでね、進めさせていただくことになります。はい、色違いですね、色違いのものも、ご利用いただいております。はい、こちらも同様ですね。はい、こちらの、パッチの部分はあらかじめ取り外して作業をさせていただきます。こちらも目立ちませんが、やはりね、同じように、全体にうっすらとね、違いが出ている感じです。この辺ちょっとよく見られますけどね。はい、それではまあ少しだけちょっと進めてみますが、もうこちらもね、実際にはもう全体的な処理になってきますのでね、まあ部分的な処理ということでは対応できませんのでね。はい、ちょっと気になるのはこのレーヨン素材の耐久性ですね。はい、今この1箇所ね、少しやってみましたけれどもね、はい、これだけ汚れています。はい、こちらに来ましたね、また別の方法で処理していくことになります。はい、結果につきましてはね、また、後ほど報告させていただくことになります。はい、一旦ここまでですね。はい、帽子染み抜き完了しております。はい、ドルチェ&ガッパーナの帽子です。はい、2点ご依頼いただいておりました。同時に、はい、特にね、こちらのストライプの方ですね、こちらの汚れが、激しい状態でしたが、はい、きれいに除去することができました。はい、こちら革のパッチがございましたのでね、一旦取り外しはさせていただいております。はい、特にこのつばの裏側ですね、はい、こちらも、激しく黄ばんでおりましたが、はい、綺麗になっております。はい、この裏地の素材、こちらがレーヨン素材でしたが、はい、こちらにも影響を与えることなく、綺麗に除去することができております。はい、綺麗に仕上がっております。はい、こちら同時にご依頼いただいた白い方の帽子ですね。はい、こちらも同様です。はい、こちらはまだね、それほど汚れておりませんでしたが、はい、それでもね、全体にうっすらと黄ばみがかっておりましたのでね、はい、漂白させていただきました。
はい、ご利用誠にありがとうございます。